どうも、エレラレキョウです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。はい、今回のテーマはこちらです。はい、新ブラックジャックによろしくの切ないシーンランキングということで、はい、切ないシーン見ていきましょう。切ないですからね。じゃあ、僕の切ないシーン第3位はこちら、はい、幼い頃の赤木さんが階段の下で倒れてるシーンですね。バランでね。そう、あれどういうことだ、まあ、エネルギーが尽きたってことなの。そういうことなんだ。やっぱ意識がなくなっちゃったってことですよね、うん、糖尿病がまあだから重くなっちゃってっていうことですよね、うんうんうん、糖尿病ってそのおしっことかで要するに糖が取れないとどんどん出てっちゃうってことだよね。うん、多分吸収しないで出てっちゃうからどんどんああいう砂糖とか水分が欲しくなるっていうことですよね、うんうん、すごいですよね。その前のね、やっぱお芋食べたりとか、うん、みかん食べたりするとこもまあずっとかわいそうなんですよね。ここめちゃくちゃみかん食ってんだよな、うんうん、そうなるんだね。ねえ、食欲も出るってこと。それででも体重は減り続けるっていうことですよね、うん、糖分を取っても取っても栄養が取れないってことだよね、うん、だから栄養が取れないってことなのか、うんうん、そうだね。バターンってなってるんですよね、うん、かわいそうなんですよね。なんかおねしょしたのをどうにかごまかすためにね、うん、あの電車が通ってる時間に上行こうとするんですけど、うん、それのタイミングで倒れちゃうっていう悲しいね。悲しい。じゃあ私これです。はい、斉藤さんがね、うん、やっぱり皆川さんともうまくいってなくてね、うん、はい、皆川さんが最後ね、うん、大好きだったよって、まあ、5年後の話ですよね、はい、こういうこと言ってくるんですよね、うん、皆川さんみたいなタイプはね、はい、まあね、意識してかしてないか分かんないんですけど、はい、ちょっと傷を残そうとするというかね。まあそもそもね、ここで5年ぐらいだったら合わなそうですけどね。もうちょっと時間経ってないと。まあね、うん、何にも連絡も取ってなかったってことだもんね。結婚してたのも知らないし、はい、まあでもちょっとやっぱ、うん、踏ん切りついてなかったからずっと思い続けてはいたのかな。どっちから連絡取ったんだっけ。斉藤先生じゃん。斉藤先生か、うん、そりゃそうか。もう稲川さんの方からはないんじゃないですか、さすがに、うん、大好きだったよって言いますよ軽く言ってほしいですけどね、そんなこと言うんだったら、うん、笑顔でいいんですけどね、うん、深刻な顔で言うんですよね、はい、で僕の第2位はですね、はい、まあその後ですね、はい、で皆川先生がね、あの最後までユキコって呼ばなかったねみたいなことを言うんですね、はい、で自分は頼んでたのに、でその後に斉藤先生が、まあその後ね、あそこの私たちが、あの時斉藤先生が住んでたアパート取り壊されちゃったんだよみたいなのを聞いて、そこの斉藤先生がその取り壊されたアパートのね、空き地の前でユキコってつぶやくんですよね。そうですよね。だから好きだったは好きだったんですよね、斉藤先生も結局は、うん、失ってね、うん、気づいたみたいなことなんだろうと思うんですけど、うん、ユキコって一人で行っちゃってるんですよね。まあね、そういうことですよね。これは、まあ、確かにそれだけ、はい、まあなんかね、犠牲にしてやってきたっていうことなんでしょうけどね、はい、うん、まあしょうがないですね、うん、まあ、こうなるしかないですよね、はい、あの二人だったら。じゃあ私はですね、はい、斉藤と皆川さんがドトールでのね別れ話した時にカラスがすごいんですよね。怖いですね、あれは、はい、恐ろしい、うん、まあだからそ病院のね、勤務終わりで早朝だってことですよね、うん、はい、こんなに集まるかねとにかくカラスが集まってるよね、うん、2人ともがね、うん、切ないですよね。ドトールで別れ話してるところがね、うん、確かにね、別れ話って変ですよね。変ですか、はい、別れ話、はい、ちょっとこれはね、怖かったですね、うん、確かにちょっとカラス集まりすぎですけどね、はい。じゃあ僕の第1位は、こちらです。美和ちゃんが死ぬシーンですね、うん、まさかだったんでね、僕もね、うん、なんかいい感じだと思ってたんですけどね。そうなんですよ、ここからちょっとね明るい未来が待ってるかなと思ったらやっぱり絶望しちゃったってことですよね、はい、うんうん、そうなんですよね、うん、だから俺は読んでてこの移植がうまくいかなかったのかなって思ったら、はい、それでもないっていうね、うんうん、そうなんですよ、飛び降りですから ね単純に、うん、いやいや、これは悲しかったです。でこの後のね、うん、むつみ先生がねすぐ駆けつけてね、うん、顔をね、うん、見ちゃうんですよね。
トランプが落ちてくるんですよね、うん、まあね、しょうがないですよね、これは、こればっかり、ね、そうなんですよ、難しいですよね、本当にせっかくね、うん、内海先生が移植してくれるっていうのに1000人に1人ぐらいの割合なんですよね、うん、全部白血球の値が合ってるっていうのは、はい、うん、こんなんなったら病気なんか治りたくないってミヤちゃんが思っちゃったっていうことですよね、うん、切なかったです、はい、はい、というわけで、切ないシーンランキングでした。さあそれでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。従順なることができるかね。できます。では私は君が医者として生き残る道を作ってやろう。お願いします。近藤先生は、あ、そうです。じゃあこれちょっと脱いで。いや、居酒屋の方じゃなくて土下座して。どうもありがとうございました。